はい。はい。うじゃん。はい。この場所は、うん、何の場所だい？ジェネトーク。そうなんです。でもまだでーす。まだなんだ。それはなぜかと言いますと、うん、なぜだ？実はですね、はい、まあこれ、ジェネトーク特別編になってまして、うん、特別編がまあ理由がですね、うん、ございます、もちろん。この収録日、はい、実は1月28日で、うん、配信日、わかりますよね、1月30日なんですよ。2日しかないということで、編集に追われております。今、スタッフさんたちが大変だ、これは大変だということで、今回ですね、うん、特別編といたしまして、ジェネトーク特別編を行わせていただくという、はい、形になりましたが、はい、一応ですね、次週は実践シャープ1から始まりますので、はい、大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫です。頭入りました、うーちゃん。頭入りました。はい、ということで、うん、うーちゃんが入ったということは、みんなが入った、入ったね、うん、ということで、うん、ここで、うん、歌っていただきましょう。歌どうする、ボケる、歌ボケ、一発芸かな、一発芸いく、うん、じゃあ今ね、今日1月28日寒いんすよ、外寒いね、寒いんで、ほんともうね、うん、いや寒い、あ、もうともりも来てんよ、実は。ともりし寒いっしょ、うん、寒い、寒い、何が寒い、マイナスっしょ、当たるなりたいな、はい、はい、ということで、うーちゃんに一発芸をやってもらって締めてもらいましょう、お願いいたします。やるよ、お願いします、うん、じゃ、いくね。トゥントゥルトゥントゥル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 トゥントゥルアンモナイト。まあ、今ので温まりました。ありがとうございました、うん、はい、じゃあまあ本編、うん、じゃないですね、ジェネトークの本編に行きましょう、うん、はい、行きましょう。結構なんか短めのやつでちょっと僕選ばせていただきました、これ、はい、はい、なんだろう、名前出し OK ですと、はい、三代目牛さん、うん、牛さんっていうんですか、ほさんからいただきました。ほほほ、いつも楽しくニュージェネレーションを見させていただいてます。質問ですが、はい、2人が今年スロットを打つ中での目標や抱負があれば教えてくださいとなっております。まあ僕からいこうか、パッと、目標、目標に関してはもう本当にこのニュージェネを通してとかでもそうなんですけど、僕っていうかその2役やってるんですよ、うん、結構もう全然怖い表情をして勝ちを目指すものと楽しさを追求して見せるっていう、この両立ってすごくきつくて、逆にこの黒バラって本当にきつくてストレスとかもたまることが多いんですよ、表現もできなくて。でもその勝ちもやっぱりこの6号機に変わっていく中できついと言われてますが、なるべく頑張ってその勝ちを表現する、見せ場を作るというところ、あとやっぱりこの楽しむ、で、ある程度の機種の勉強をして頭を入れてからちゃんといろんなその番組に臨むこと、これが僕の抱負と目標になってます。はい、なるほど、目標や抱負、そうですね、スロット打つ中でね、スロットの中で出てくる、まあ声とかのモノマネを極めたいですね。あ、じゃあここで宇佐美ペロリナさんにやっていただきましょう。野原しんのすけ、ほほーい、おら、しんのすけだぞー、あの、師匠ね、似てたでしょ、今あのね、惜しいやつっすね、惜しい、今惜しいやつっすよね、90点ぐらいありません、じゃあパークやってよ、しんのすけ、はい、パーク、ちょっと待って、いけた、喉作った、あちょっと今日、調子どうか、あ、うん、おら、ぬへる、はい、わかりました、はい、もうカメラも向けないでください、はい、顔が面白かった、多分ね、テロップでバーンって消されてるよこいつの顔が出て、しかもあの帽子がぶってやつって、あとウーじゃなんか自信があるやつある、とかこれやってみたいのとかってある、自信があるのは、まあ、うん、自分で似てるかなって思うのは朝比奈みくるちゃんのモノマネ、あ、え、マジでかな、いや、ちょ、俺好きだから、うわ、ちょっと緊張するわ、うん、春日、はい、じゃあミクロビーム似てない、似てる、似てる、すごい、もう一回、もう一回、なんか違う言葉でも何でもいいですよ、信じてもらえないかもしれないけど、
私はこの時代の人間ではありません。もっと未来から来ました。どうすかダメすか、いける、すごい、もうちょっと練習すれば、すげえ雰囲気も出てるし、マジですか、ボヨヨンさんでしょ、ボヨヨンさん、ボヨヨンさん、ボヨヨンさん、いけるか、あのおもろいからね、春日ね、はい、あ、じゃあうーちゃんはあれなんだ、はい、そのスロットまあ結構そのアニメ系の、うん、ね、台を打つこと多いじゃないですか。とか、はい、うん、なんか パチスロモノマネみたいなのを増やしたい。あ、じゃあ今日見られるかもしれないですね。お、まあ、ちょっとね、この後の実践でね、そうっすね、あるかもしれないですね。まあ最近ね、ちょっとキューベのモノマネも練習してるんで。マジですか。はい、キューベやっときます。あ、キューベや取っときましょうか取っときます実践で。あ、ちょっとでも、うん、実践でちょっとやったけど。もうやったの。あ、じゃあ言ってくださいよ。とりあえず切る切らないにしても。じゃあキューベ。はい。僕と契約して魔法少女になってよ。惜しい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 。はい、じゃあ、惜しい。ちょっと戻り。あ。キューベ。お、じゃあお手本。ごめん。俺も悪気があってお前のために振ってはいる。やれるのか。やんないんだったらいい。いや、やりますよ。正直、まだやる前ですけど、もうコメントなんか本当に来ない。さっきのもあるんで。言います。はい。今のセリフでいいですね。はい。マクと契約して、魔法少女になってよ。いや、もうちょっと叩かれそうなんで。めちゃぶりが。次に行きましょう。やめましょう。あ、とりあえず、じゃあまあ、はい、そういうことにチャレンジしていくと。やりたいな。ちょっと面白いかもしれないですね。パチスロモノマネ、うん、おー、うん、いいかもしんない。頑張りたいな。オッケー、もうラストにします。これちょっと長くなりそうなんで。はい、長くなる。なんですかこれね。友のりもちょっとね入ってもらおうかなと思ってます。はい、いきます。お名前、ツイッター名、マサエさん、うん、お二人のバリ楽しいニュージェネいつも見てます。バリ質問とは違いますが、フェアリンさんと前回やっていたお互いの似顔絵をまたぜひともりのちゃんとうーちゃんでやってほしいです。似顔絵、二人の画伯みたいです。なるほど。結局、うん、うーちゃんに関しては、うん、ある程度そのサインとかでも、うん、絵を描かれるじゃないですか、うん、すごい可愛らしいと思うんですよ。僕に関してはね、過去歴があるんで、うん、過去の犯罪歴があるんで。犯罪歴、うん、まあ、この番組を通しての犯罪歴があるんでもうちょっとね申し訳ないなと思うんですけど、とりあえずはここに関してちょっとね、友野にもちょっと入ってもらおうかなと思ってるんですよ、はい、まあ僕は結構ね、お願いします。描きやすい顔だと思いますよ僕は。これはお互いっすよ。で、はい、パン君はどうしようかな。2人描いてもらおうか。ちょっと大変なんだけど、ちょっと時間ないけど、汚いのはしょうない、しゃない。だから、うん、2人をパッパッパッとこうイメージだけでいいや。うん、まあ、僕の絵元から本当にひどいんで。うん、どん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 。じゃあちょっと描きましょうか。はい、行きましょう。もう一発目からやべえもんな、マジで。書けましたかい。書けました。ほ、ということで、どんな順序で見せていくかいって話なんですけども、はい、ねやっぱ自信がないんですよ僕は。僕もない。だから中間ぐらいにやりたいんだけど。ほう、できれば、うん、どう、自信ある？まあ、そこそこですかね。マジで、はい、マジか。まあ、うーちゃん、あ、じゃあ分かった。じゃあうーちゃんから、うん、とりあえず、まあ、うん、うまいのはもう分かってるし、どういう感じのタッチで書いてくれたか、まあ、一瞬やからね、はい、時間もなかったから、はい、とりあえず見せてもらって、はい、まあ、この流れで見せていきましょうか、はい、じゃあうーちゃんからお願いいたします。ちょっと似てると思うんだけど、はい、僕が書いたリアパンドン似てない？じゃあ見せていいかな。はい、見せてください。はい、ドン。おー似てない？これ逆にじゃないけど欲しい。うまいですね。うま、
あのなんか書いてる人の絵ですもんね。これママレードボーイみたいな人じゃん。ママレードボーイのキャラクターだよこれ。だけど気になる。こんな気持ちはなぜ。ママレードボーイだ。今みたいな感じでしょ。間違いないよ。いいっすね。揺れるよ。じゃちょっと揺らしてください。だけど気になる。こんな気持ちいいわなぜ。お二人も見たいっすよ。あ、見たい。それで終わらせようとしないから。ほんと見たいもん。もういいかなと思って。あ、じゃあ俺行きますか、うん、よいしょ、こっちだな、うん、じゃあ僕が描いたうーちゃんはこちら、はい、だーん、だんだーん、よし、見ますかい。もちろんです。えいっす、お願いします。でも、うん、ちょっとアーティストティックじゃないですか。そうですね、だから独自の感性を、まあ、ちゃんとあの僕のグッドポーズしてます、うーちゃんが。尻尾じゃない、尻尾じゃない、グッドです。グッドポーズしてます、うーちゃんが。ケンタロスみたいな。うまかって思ってた。これって、これじゃあこれ手ってことですよね。そうそうそう、片腕。僕のもう一個の手は、しかも方向もちょっとおかしいと思う。そんなこんなそうだね、ちょっとみたいな感じですね。で本当下手だから俺。でもこれはこれでちょっと芸術に見える、うん、なんかこの曲線の感じとか、うん、曲線ちょっとそのうねり方好きですね。芸術っぽいですよ。あ、じゃあ、うん、とりあえず僕こんな感じでした、はい、でまあ、アーティスト、まあ、だからちょっと自信ありそうだから、本当俺がね、もう一番もダメだと思って分かってんすよ。分かってんだけど、まあとりあえずはね、うん、鳥ですよ、言ってしまったら。鳥だ。普段描かないんですけど、はい、まあ、なんか描いてみたら意外とみたいな。あ、マジちょっと楽しみに、はい、じゃあそっちにカメラに振っていただいて、はい。ドゥーン。で、なんか全然カメラマンさんが失笑とかフンって言ったんですよ。今フンってなんだ今のフンは。いいですか、うん、はい。カメラマンさんのフンを見せてもらっていいですか。いきます。え？あれ？これは。あのさ、あの、あれ、俺さ、俺なんかさ、あの病気じゃないし、ここら辺ここら辺なんすか、俺シックじゃん、もうここシックになっちゃってんじゃん、ここが病気。僕なりに刈り上げを表現しようとしたらめっちゃ傷あるしなっちゃって。いや、ヒゲそんな長くねえでしょ、これマジで。で、ちょっとハゲてるし。これ以上描くと、ちょっと、まあ、いやいや、とりあえず俺はもういいや、とりあえず勝つやつって言ってるし、まあ、なんすか、大魔王みたいになってますか。ちょっとこれ、ね、指に出てくるぐらい怖いですね。あの、玉ねぎのお化けじゃないですか、これ。これ玉ねぎのお化けにしか僕は見えない。じゃあ僕思ったんですけど、そこまで怖いレベル変わんない。いやそこまで。いやいや、これもう並べてくださいよ、みなさん。いやいや、これたまりじゃないって。これまだに人じゃないですか。人っていうか、まだ曲線はね、まだ分かる。これもたまりじゃないですか。ありました、あの、ごめんなさい、生物バラモスじゃないですか、バラモス。あの、今日で僕絵描くの人生最後します。最後に。マジで、あとマジで傷はやめて。マジそんなねえから俺。はいな、ということで、はい、いいね、まあもう画伯ども描きましたね。まあうーちゃんはもう素晴らしかったですけど、私どものねちょっと絵がねもう不甲斐ない感じですけども、まあ一応なんですけど、せっかくこのサイン色紙に、まあ、絵を描いたには描いたのには理由がございまして、ディレクターからの、まあ一応伝えられてまして、次回2月25日日曜日のこのですね、ニュージェネレーションセカンドシーズン第6戦最終回となります。セカンドシーズンは最終回、このですね、収録に遊びに来てくれた方、うん、そしてエンディングを見てくれた方の中でじゃんけんをして、うん、勝った人からどれが欲しいっていうのを決めてもらってプレゼントいたします。もちろんサインも書いてもらえるんだとなりますね。サインもらえるってことですか。いや、そういうことですね、3人です。そうです。絶対これ傷つく。いや、逆にパン君ファンがこのために来るかもしれないよ。そうですね。で、じゃんけん来て、
じゃんけん来てでうーちゃんのをいただいていくとお前のファンだけどお前のいらねえっつって可能性あるけど可能性あるからお前が一番に選ばれるかもしれないし それはいいとしてもとりあえず3名様にプレゼントの予定ですので2月25日、うん、セカンドシーズン最後っすよ次その時にね、まあ僕とねパンクはちょっと分からんけど、僕はやっぱりもう悪魔なんで、もうなんか悪魔感がねもうなんかもうね、なんか痒い、なんか痒いなってきた、なんか怒りそう、なんか発作起きてきた、発作起きてきた、なんかある、まあなんか最終回なんかあるかもしれないんで、それもねお楽しみにというところで、じゃあまあこのジェネットークは締めましょうか、はい、はい、ということで。パンクお願いします。いいっすか、いいよ、もう逆にいいよ、もうまたいいっすかこれ、じゃあ僕もどきます、うん、あれですよ、エンディングってすごい大事なんで、はい、ある程度一発芸をやりながらじゃないとダメなんだと思うんですよ僕は一発芸か、なんか自分が持ってるものを何かを出してから締めないといけないと思うんですよ、そうですよ、もう組んじゃったんで腕、うん、まあ、私もですよ、もう見てますんで荷が重いと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、ジェネトークありがとうございました。これは実践ですね。そうです、こちらの方も受け取り CBD ちゃるやしんちゃん、しんちゃん、お前さっき切ってから、もう切られないようになってから切られないようになってから、もう使う前提になってますけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。つむじです、つむじです。はい、ニュージェネレーションを見てくださいまして皆様ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。